174センチ、62キロ、ゴルフ歴2年、手足短め、スイングスピード遅め、距離短め、チーピン多め、100切れず、ほぼ独学ですが、YouTube で一人に絞ってレッスンプロの動画を見ていますが、アウトサイドインが治りません。何かいい練習方法があると嬉しいのですが、なんて。どうなんでしょうね。まあ、人の動画見て全くゴルフが上達しないってことだから、まあ間違いなく見たものを真似する能力が低いんですね。そういう人って。運動神経が悪いとかじゃなくて、見て、その映像の中で人が行ってることっていうのを、はっきりと理解して、なるべくそれに近い行為をするっていう能力があんまり高くないので、できればその写真見たら体の形をその形にできる関節のこの角度とか向きこういったものをこうですよって言われたらこうできるこうしたりこうしたりとかしないこうですよって言われたらこうできるこうですよって言われたらこうできるこうでもこうでもないこうですよって言われたらこうでもこうでもないわけだからそういったことをパッと見て自分の体で同じことをする回路がこう全関節にあるかどうかっていうのがすごく重要なんで、まずは自分の体を思った通り動かせるようにチェックしてみてはいかがでしょうか。それができなかったら多分ゴルフも結構ずっと時間かかると思いますよ。